優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。なんかもう綺麗すぎて突っ込めないので感想を教えてください。はい、まあ短い昨日よりも12周と短いレースだったんで、まあ、とにかく作戦的には前に序盤から出て、まあ、自分のペースを刻むっていう風に決めてたんで、まあ、それをしっかり実行できましたし、ちょっとこうタイヤの使い方がこう急激に上げすぎちゃうとちょっとドロップが大きかったんで、まあ、そこは第3レースに向けての課題だなと思ってます。まあ、それをしっかり踏まえ、まあ、最後の今年最後のレース、まあ、しっかり皆さんにいいレースを見せれるように、ね、頑張りたいなと思います。ありがとうございました。第2位おめでとうございます。ありがとうございます。もう少し接近したレースがしたかったなって感じでしたかね。そうですね、まあ、序盤、ね、出遅れたのが一番いけないんですけど、まあ、前に出てからね、なんとかちょっとでも距離を詰めたいって思いながら本当全力で走ったんですけど、まあ、手が届かなくて、まあ、非常にこう悔しい気持ちが今大きいんですけど、まあ、次のねもう一回レースがあるんで、まあ、そこでなんとかいいレースがしたいなと思います。はい、最後の1レース笑顔を見れることを期待してます。はい、頑張ります。第3位おめでとうございます。ありがとうございます。ラッキーなところもあったかと思いますが、ホールショット決めてファンの皆様がワクワクするようなレースを見せてくれましたね。そうですね、ホールショットを取れたのは狙い通りで、まあ、実際岩田選手とブレーキング勝負になって、まあ、岩田選手が引いてくれた部分で少し助けられたんですけど、まあ、レース自体内容はちょっと自分も多分チームも思ってた以上にペースが悪くてちょっと情けないレースになってしまったんですけど、まあ、最後まで諦めずに走ってはいたものの、ちょっと厳しいかな表彰台はっていうところで岡本選手の転倒に助けられて表彰台に上りました。岡本選手のですね、復帰戦だったので無事を祈るばかりですけど、まあ、でもこうしてこう表彰台にまた上れたのは本当に嬉しいですし、まあ、次も表彰台目指しますけど、もっと昨日今日以上にいい内容で終わりたいと思います。期待してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。